はい、どうもいらっしゃいませ、ナビです。ミヤです。はい、今日なんですけれども、はい、まあ男性も女性もそうなんだけど、はい、俺たちみたいな職業で、はい、一番の悩みってある？一番の悩みですか？うん。お客さんが来ないことですか？まあそれもそうだけど。違いますか？俺たちとしてやっぱり致命的なのは、はい、薄毛になったらどうする？ああ、そう、もう男性技術者サロンで働いてるの、うん、本当みんなが多分思うことですね。それこれ世の中の人もみんなそうだと思うんですけれども、俺たちみたいな仕事をしてる人間って、はい、やっぱり薄毛になるのに一番恐れている。そうですね。まあ、と思うんですよ。薄くなっちゃってね、髪型こういうのかっこいいですよとか言うとちょっとなんか違いますもんね。正直。うん、で実際お客さんにもやっぱり、はい、最近薄くなってきたんだけど、はい、どうしたらいいかなっていう質問。ああ、まあ確かにこれってでも一番困るじゃん。そうですね、うん、しかもよく聞かれますね。そう、正直言うと、はあ、俺たちが教えてくれで、言いたい。なんすか、この動画どうするんですか？だから今回、はい、いろんな脱毛症って世の中にあるんですよ。ありますね、うん、それをちょっと俺たち、今俺たちなりに調べてるものがあると思うんで、はい、そこら辺の、まあ、意見交換というか、なるほど、どうしたらそれを解消できるか、はい、っていう動画にしたいと思ってまして、う、まあ、こういう動画すると、まあハゲが悪いことなのかとか。そんなこと言うやついますよ。悪くない。なんだ、ハゲたらいけないのかお前ら。悪くない。言われるかもしれないけど、じゃあ極論として、はい、ハゲたい、ハゲたくない、どっちですか？そうですよね、皆さん、ハゲたくはないですよね。薄くはなりたくないでしょ、髪の毛。なんならずっと健康な髪でいたいっていうのはあると思うんですよ。6、4ぐらいで、そうですね。とはいえ、これって全部そこに落ちちゃうんです。落ち着いちゃうんだけど、はあ、脱毛症って、はあ、人によって違う。そうですね、ストレスだったりとか、うん、病気だったりもそうだし、年齢もそうだし、原因はいろいろあると思うんですよ、うん、ただ世の中にまあ結構調べてみると、はあ、種類ってたくさんあるんです。ありますね、うん、だからここで代表的にざっくりとしたものを、はい、ちょっと調べたものがあるんで、はい、そこら辺をちょっといろいろこう、うん、まとめてみたいなと思って。うー、なるほど。まず、はい、男性系脱毛症、はいはいはい、それから女性系脱毛症っていうのが分かれます。はい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 。薄毛ってやっぱり男性だけの悩みじゃないんですよね。そうですね、女性も悩んでる人いる、うん、まあ、難しい言葉で言うとアンドロゲン性脱毛症とかっていうんだけど、はははは、これは基本的にホルモンバランス、そうですね、うん、ホルモンバランスの乱れとかによって起こってしまう脱毛症、はい、それとあと、まあ、一番有名なのが円形脱毛症ですよね。そうですね、もう丸くなってお客さんでもたまにいます、はい、バリカンでガッてガッてったら、うん、マフルド出てきたって言ってあります、実際。そうですね、お客さん、ここなってますけど大丈夫ですか、はあ、知ってるから大丈夫大丈夫みたいな感じで言ってくれる人いる。知らない人は結構きついですね。ただこれも、はい、原因ってはっきりとは分かってないです。そうですね、もう脱毛症全般に言えることなんですけど、はあ、原因、これ病気と違うんで、うん、原因ってもう人それぞれだし、うん、分かんないんですよ。まあ俗に一般的に言われてるのが円形脱毛症の場合はストレスだったりとか、はい、そうですね、あと栄養不足とか、そういうところでまあ起こってしまうっていうことですよね、うん、それともう一つ先天性脱毛症これはもう、遺伝によるものどうしようもないやつっていう、うん、はい、だけどここら辺も最近科学的なところで言うと、いや脱毛症に遺伝は関係ないんじゃないかとか、うん、そういう意見もあるし、うん、つまりどういうことかっていうと、まあ原因が詳しくは分かってない。髪の毛っていろいろね、どうして白髪になるのかとかそういうのも老化現象で片付けられちゃうけど、実際的な原因って、そうです、ね、ほとんどが分かってない。こう何年か周期で、うん、どんどんあの新しい論が出て、そうそうそう、あの以前言ってたことと真逆なことを言い出すのって結構なんかありますよね。そうそう、だから調べてみると、はあ、あれ俺先輩からこうやって確か教わったのに全然違うなみたいなこととかもあるので、はあ、まあ大きく分けてこの3つなんですよ、うん、脱毛症有名なところで言うと、うん、あとはあの頭皮の状態による、うん、ちょっと脂分が出ちゃう、はいはいはい、脂漏性脱毛症、はい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 、そのいらっしゃいますね、うん、皮脂がすごく出て、うん、頭皮が脂ぎったって、それが毛穴を塞いでなんかちょっと刺激を与えちゃったりとかして、はい、毛根が抜けちゃう、はいはいはい、あとはその真逆で飛行性脱毛症、これはもう本当乾燥とかフケだよね、カッサカサの、そうそう、頭皮のやつですね、うん、これが原因で脱毛してしまうというのと、あとは特殊なもので言うと、はい、成長期脱毛と旧式脱毛っていうのがあるんです。髪の毛には成長期と旧式っていうのがあって、はい、その時にあのまあ
いろんな乱れによって起きてしまう脱毛症、まあ、これは一時的なものとかって言われてるけど、はい、まあ、直接こうそれでつるっていっちゃうってことはまあないと思うんですけれども、まあ、あとは牽引性脱毛症、牽引性、あ、引っ張っ、そうそうそう、例えば女性で三つ編みをしてたり、あとポニーテールをしてるとか、なんか常に縛ってる人とかはその引っ張る力が強すぎてこう脱毛につながってしまうっていうもの、あとはこれも、はい、まあ、仕事柄もあると思うんですけど、圧迫性脱毛症、あ、ネットですか、そうそう、ヘルメットをかぶんなきゃいけない仕事だったりとか、常に頭皮が圧迫されてしまう人に起こりやすい脱毛症っていうのがあるんです。 あとはすごい特殊なところで、これ女性に限るんですけど、分娩後脱毛症っていうのが、これはもう子供を産んだ時に、赤ちゃん産んだ後に、うん、ホルモンバランスめっちゃ乱れるって言いますからね。そうそうそう、だから女性だけに起こりうる脱毛、だから産んだ直後にちょっと髪の毛さ、頭ポイって変えたらズルッて抜けちゃったっていうのはこれが原因って言われてるんですね。あとは女性特有のもので、あの貧血脱毛、はあ、うん、貧血で毛抜けるんですか。そう、鉄分とか栄養不足で毛が抜けちゃう、だから結構貧血って女性の方に悩んでる人多いと思うんですけれども、はあ、俺も貧血なんですよ。いや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 、しょうがないですよ、俺貧血なんですよ。お前待って、あ、ピルとかそうそうそう、そういうものが結構髪の毛とか頭皮に、あ、それで抜けちゃうこともある、ね、うん、抜けちゃうっていうこともあるっていうのが、まあ、偉いお医者さんが言ってた。ああ、うん、まあこれは、ね、うん、人を選ぶと思うんだけど、まあごく一部の人だと思うんだけど、ね、そういうのが影響するっていうのもあるし、はい、あと特殊なものによると、はい、これは精神病に近いんだけど、まあ、脱毛とは違って抜毛症、抜毛、そう、ストレスで自分で髪の毛を抜いてしまうっていう人、はい、これはまあ精神的なものが強いんで、あんまり該当する人はいないと思うんですけど、でお客さんでたまにいますプツ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 なんかね、抜けちゃってる人っていうの、これもしかしたらそうなのかなって思う、これね、実際いるんだよね。いるんですよね。俺よく夜寝てる時抜いちゃってるっぽいんだよねとかお客さんいますからね、本当に。これ男性も女性も実は俺たちみたいな仕事してると結構遭遇率高いんですよ。あります、うん、ゼロじゃないですね。そう、特にこの抜けないこの横とか、うん、後ろとかなんか点々点々って、はあ、なってるなって思う人って結構いるんですよ、はあ、だからまあ結構身近にそういう脱毛症とかで、うん、まあ悩んでるのか分かんないけどね、そういう人もいるんで、はあ、まあ正直こうやってたくさん種類あるんだけど、はあ、はっきり言います。改善策は人それぞれなんでないです。え？たまに言われるんですよ。本当にこういうあれってどうやったら治るとか、そうなってきたらどうやったら治るって、はあ、言われますね。本当に答えが分からん。困りますよね。本当に。というのはなんでかっていうと、はあ、俺たちあなたの生活知らないから。そう。ね、あなたがどんな仕事してて、どういうストレス抱えて、うん、どういう食生活してて、うん、どういう睡眠時間取ってるかとか。そういうところが全くわからないんで、ああ、まあ、そうやって聞いてくる人って多分あんまり何らかの方法を試したりとかしてる人って少ないと思うんですよね。漠然と悩んでる感じですね、うん、本当に。そうそう、毛抜けやすいんだけど、あのどういうものが効きますとか、どういう薬が効きます、うん、どういう食べ物がいいですか、これだけやります。全部試してみてくださいそっからです、話はそっからです。まずはそっから、まずはそっから、まずはそっから。今だったらネットで調べられますんで、ああ、もういろんなこと試してみてください、うん。でもこれってやっぱり、まあ俺たちの仕事にとっては長年のテーマだけど、はい、やっぱりまず第一に言われるのがストレスってところ。ストレスが一番なんだかんだで多いんじゃないですか、やっぱり。こればっかりはね、でも仕事辞めてくれって言われても辞められるかもしれないし、まあそうですね、生活かかってますからね。なんとかストレスオフにできませんかっていう話なんだけど、無理、うん、無理だね。あとはあんまり関係ないように見えて睡眠時間とか、いや、関係ありますよね、うん、これもね結構関係あるんですよ、うん、睡眠時間足りないとやっぱり頭皮に出やすいとか、うん、頭皮のコンディションが変わるとか、うん、そういうこともあるし、うん、あとはこの脂漏性とか飛行性とか、うん、こう油分が出すぎちゃう、乾燥しすぎちゃう、うん、
これとしてははっきり言ってシャンプー変えてみてください。ああ、そうですね、うん、まずやれること第一としては、はい、とりあえずシャンプー変えてみましょう。ああ、確かに確かに、うん、これね結構市販のやつでも、うん、だいぶ違うんですよ、シャンプーって成分が。違いますね、うん、本当に本当にどうしても悩んでもう油でテッカテカになっちゃって困るっていうんであれば、うん、多分普通の人は市販のシャンプーで選べないと思うから、うん、これはもう美容室で聞いてください。ああ、サロン品とかね、うん、そういうものになっちゃいますね、やっぱり。実際そういうところ相談すれば美容師さんってみんなちゃんと親身で相談に乗ってくれるんで、うん、それをよくね、なんか美容室のトラブルで物を勧められたとか、うん、ああ、うん、そういう問題、なんか買いたくもないもの買わされちゃったとかってあるけど、うん、はい、実際結構その人のためを思って勧めてる人がほとんどだと思うんですよ。あ、売り上げを上げようとして何でも押し付ける人ってそうそういないんで、うん、まあとりあえず相談してみるっていうのはまず一番の、うんうん、まあ逃げ口というか、うん、ただの解決策に近い、まあ、一番試しやすいですよね、うんうん、あとはもう睡眠不足、これを解消してなんとか頑張って、うん、あとはストレスをなくすっていうのと、うん、食べ物とかは何か聞いたことある？食べ物はでもまあ聞きますけどね、うん、やっぱでも民間伝承じゃないですけど、うんうん、わかめがいいとかごまがいいとか海藻類とかね、うん、そうで、だけどね、実際ここからの話は俺のパターンですよ。俺実際、うん、あのこれ何年前かな、もう結構前なんだけど、うちの母親が、はい、あの一時期ごまだれとごまドレッシング、はい、これにすごいハマって、はあはあはあ、これ食べ出したらすごく髪の毛の調子いいんだよねって言われたの。へえ、あーすごいですねそれ、はい、それで、はい、俺と母親って、はい、ほとんど髪質一緒なの、はい、細くて柔らかいんだけどしっかりしてるっていう髪質で、はい、でもまあ俺はもうカラーやりまくってるから、はい、だいぶコンディション崩れてるんだけど、はい、実際自分はゴマ使い出して、はい、相当効いてるんですよ、これがまた。え、俺それナミさんから初めて聞いたんですよ。なんで言ってくれないんですか。これね、人に言ったの多分初めてだった。なんで言ってくれないんですか。結構付き合い長いですよ、うちの。いや、勧めたとって、それがニヤニヤかどうか分かんないじゃん。食べ物の問題って。だってナミさんさっき全部試せって言ってたじゃないですか。全部試して。全部試せって言ったじゃないですか、俺。だから、はあ、今日ね、俺が本当にやってるものをね、はあ、ちょっとアイテム一つ持ってきてるんですよ。あ、え、なんすか。これね、はあ、聞くと思うんだけど、言うと。はあ、それがこれなんですよ。すりごま？これすりごまと白ごまを1対1で混ぜたものなの。あああああああ、これカメラ分かるかな、見えるかな。結構もうちょい、ちょっと待って待って待って、うん、撮れる。もうちょっと引いてください。このぐらいでいけるかな。もうちょい引いてください。そうですね、こんぐらいです、ね、このぐらい見えるかな。はい、これがね、白ごまと、そうですね、はい、白ごまとすりごまを1対1で混ぜたもの、はあ、これ普通のスーパーとかに売ってるんで、はあ、まあちょっとね年季入ってるんで見た目少し汚れてるけども、はあ、これもうパッと見鶏の餌ですよ。あ、すりごまといりごまを混ぜる、うん、え、それをどうやって食べるんですか。これね、はあ、俺の場合は、はあ、あのコーンスープあるでしょ。コーンスープ、はあ、コーンスープをマグカップに作るじゃないですか、はあ、それにこんなにですかっていうぐらい入れて飲むっていうのをやって、もうそこにごっそり残るぐらいの、はあ、だからあの大きいスプーンで、はあ、3杯から4杯ぐらいかな。ああ、結構言いますね、うん、はあ、これを2日に1回ぐらい、はあ、夕食の後に飲んでるのね、はあ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 、そうするとだいぶ違う。あくまでこれは俺の見解ですよ。へえ、え、だからそんなあれなんですね、カラーやっても何も減っちゃうんですか。ブリーチやっても結構無敵な感じになってる。知らなかった。そう、はあ、あともう一つが、まだなんすか。え、もう一つ、これメーカーとか見せちゃダメかな。青さです。青さ、はいはい、あの、もう一つした青さ、はい、これ見えるかな、はあ、青さ、はい、まあメーカーとかは一応隠しておきますけども、はい、これは青さ、うん、これの場合は、はい、そんなにもですかっていうぐらい味噌汁に入れて飲む、はい、よくでもほら青さの味噌汁とかってあるありますね、美味しいですね、うん、自分も好きですよ。そう、はい、これは本当にもうお守りとして、はあ、なんとかちょっとここでしがみつくっていう感じでやってるんで、あ、まあ青さはそんなに俺はまあ効果あるかないか分かんないんだけど、はあ、まあちょっとこっちも取っとこうかな、はあ、民間伝承を信じて取っとこうかなっていう気休めぐらいの感じでやってるんで、
ただゴマは本当に効く俺の場合は。あ、マジっすか。もう母親と同じ髪質でよかったと思ってるんだけど、結構ね、はあ、頑丈になるんですよ。ほう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 。それでもうだから健康も黒髪のまんまだと、はあ、もう頑丈すぎて、はあ、なんか全然言うこと聞かないみたいな超スタイリングしづらいみたいな状態になるんで、はあ、だからダメージ与えて、はあ、やっとちょっと扱いやすくなるっていう感じにまでなるんで、これはでもやったところで合う人合わない人いると思うんで、はあ、だけどちょっと試しにやってみてください、うん、これ見た方は、うん、マジで本当にえこんなにですかっていうぐらい入れて飲んでるから、うん、これが一応俺の中ではまあお守りとして普段やってることかな。へえ、すごいですね。そこまでちゃんとちゃんでもあれですよね、うん、しっかりと結果が出てますもんね。まあうん、と俺は思ってるけどね、うん、実際のところで言うともっと他に よくするものがもしかしたらあるのかもしれないけど、まああとは本当に調べてみるとさ、もう卵とか肉とか、うん、やっぱり取ってるものとかっていうのが出てきちゃうから、うん、そこら辺のちょっともう本当に試してみるしかないんですよ、うん、はっきり言って。あと言われてるのが、うん、ビタミン D。 ああ、ビタミン、そうですね、うんうん、ビタミン D ってどういう、まあもちろんサプリとかで取るのもいいんだけど、うん、でもこちらの中で言われてるのは日光に当たる。そうですね、うん、紫外線に、そう、当たると日を晒すと、うん、これってあんまり日光なんて関係ないんじゃないって思われるかもしれないけど、やっぱ関係ありますよね。実際でも髪の毛って動物性のものと植物性のもの、うん、両方とも持ってるって言われてるんだよね、うん、繊維を動物性繊維と植物性繊維、うん、両方あるって言われてるから、結構植物の光合成だったりとか、うん、あとは普通の動物とかも日に当たってビタミンを出して、例えば、ね、うん、猫とかも自分の毛を舐めてビタミンを取るとかっていうのがあるから、うん、実際のところ日に当たるってマジで違うらしいんですよ。全然だから違います。昼夜逆転する仕事とかは結構薄くなりやすいっていう、まあ血相性に、うんうん、都市伝説的な話だけど、そういうのもあるんで、うん、結構ね、日光を当たるってだいぶ髪の毛にとっては違うらしいんで、ね、うん、違うでしょうね、うんうん、まああとはね、実際のところまあ育毛剤、発毛剤とかいろいろあって、うん、どれがいいんですかって言われるけど、これはね、本当試してみるしかないよね。自分らプロペシア飲んでますよね。そうそうそう、うん、プロペシアっていう薬があるんです。これ調べたらすぐ出てくると思うんですけど、うん、でもプロペシアね、ちょっと前までなんかこうちょっと体に良くないんじゃないかみたいな、あ、そうですか、そういう話も若干、まあ、他のメーカーとかでは、あはは、他の国とかでは、国とかではあったりとかして、うん、日本だと買えるのかな、プロペシアって。買えます、病院で買えます。あ、はあ、そういう医療的なところだったらね、はあ、かもしれないけど、でも本当にどうしても治したいとか、はあ、うん、気にしてる人とかがいれば、やっぱり今は医療関係に頼るのが一番いいのかな。そうですね、いや自分は絶対そうと思います。まあ、ふんふんふんとかさ、ふんふんとかさ、よくそういうところとかもテレビとかでも CM してたりとかするけど、うん、そういうところにやっぱり相談してみるっていうのも、うん、まあ解決策の一つなんで、うん、まあね、もうまあ見てる人の中にはね、もういいよ、もうハゲたら全部買っちゃうからっていう人もいるけど、いや、でもどうしても俺はもう全部借りたくない、うん、なんとか残したいっていう人は、ちょっとそういうところ自分で改善してやってみてください、うん、意外と、あれ、なんかだいぶ変わったかもっていう効果得られることもあるんで、うん、でもどれも、うん、劇的に変わるわけじゃないんですよね。徐々に変わってて、ね、うん、1年とか2年経ってみて、去年の自分とどうだったかみたいな、ほんと長いスパンで見ないと分かんないから、うん、それをやっぱちょっと我慢しながらトライして見るしかないですよね。だからいろんな治療を受けた人とかさ、うん、いろんなのを試した人とかで生えてきた人って、うん、結果どれが効いたのか分からない、いろいろやりすぎて、そうですね、そういうことは多いですね。芸能人の方とかでも結構そういう治療を受けたりとか、いろいろ体質を改善して見て、うん、ここまで濃くなったけど実際のところはどれが効いてるのか分かんないっていうのは多々あるんで、うん、これって普通にあるんですよね、うん、いろんな医療にかかったとしても、うん、だから一番最初の話に戻りますけど、改善策がこれっていうものはないです申し訳ない、これは俺たちプロでも分からないです。分からない。
だからもう全部試してみてください、うん、もうそれしか言いようがないです。もういろんな質問されるけど、はい、もう今回の動画ですけど解決策は全部試してくださいということでもうね俺たちもね、いいっすかこれで。でも俺たちもいろいろ喋らせたけどさ、これしか言いようなくて、しょうがない、しょうがない、マジでこれはしょうがない。本当に親戚とかにも聞かれるのよ、友達とかにも聞かれるのよ、うん、髪の毛にいい食べ物って何とか、俺薄くなってきたんだけどどうしたらいい、知らんのよ。ごまを食え。最終的な話、ごまを食え。はい、ごまを食え。というわけで、うん、はい、そう、それ、はい、そう、うん、ごま食べたいなと思った方、グッドボタンのチャンネル登録よろしくお願いいたします。セサミン、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 撮ってください。はい、はい、というわけで、今回の動画はここまでです。はい、じゃあ、またね、バイバイ、バイバイ。はい、オッケー。これ大丈夫か。こんなの映して平気。大丈夫ですよ、うん、これでいこう。